原さん、この間見ましたよ。わしゃがな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 。見ましたよ。TV。くだらないことやってましたね。いやー、番組面白いよ。最高ですね。あれだ、すごいね、あの番組は固定で結構そうお客さんがいっぱい、うん、見てますね。やっぱりあのマフィアさんと中村さんの、うん、あの組み合わせがね面白い、うんうん、3人って面白いね、うんうん、やっぱり見てる側も面白いだろうし参加してる側も面白いし、あの形はいいなと思ったけど、うん、あれだけやっぱ視聴者がいると、うん、あかなり下手なこといっぱい言ってるけどあの番組それでもやっぱり気は使うねちょっと、ね、あなるほどね。そういう意味で言うとあんま好き勝手なことは言いにくいね、あれね。あ後で気づいたけど俺あんまり意識せず出てたけど台本あったんですか。台本はほらあるけど俺呼ばないじゃない、うん、で台本っつってもあの事細かにあるわけじゃ全くないから進行表みたいなやつ。そうそうそう、あ時間が終わりで書いてるだけでいいわこれなんか本当、うん、もうマヒア梶田さんとかも一言目から台本にも何もないことかちゃってるから、まあ、なんかそうは面白いんじゃないの。面白いですよね。これまでちょっとゲストを呼ぶのがしんどい中やっぱいろんな人来てくれて、はい、で e スポーツゲーム、コスプレ、まあその世界からは一応頑張って来ていただいて、はい、であとはそのエンタメ界ですよ、番組の趣旨から言うと、あいわゆるそのライブエンターテインメント界ね、文化人であるとかスポーツ選手タレントグラビアアイドル、わかるけど前から言ってるけどさ、だからそれを向こうが ここに出るメリットがないじゃない。違うんですよ、うん、ちょっと何でちょっと違うっていう。最近ちょっとねあのリサーチしたんですよ僕。どうリサーチしたの。そのいろんな代理店であるとかね、うん、いろんなプロダクションの人結構見てるんですよこの番組。地上波とか出る人たちなわけじゃん基本的に。そう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 、そうですそうです、うん、だからみんなが見てるバラエティ番組とかドラマとかを作ってる人たちであるとかそこに出てる人たちであるとか、うん、それをコーディネートしてる人たちがなんかちょっと最近原田の場を面白い面白い言い始めてる。いやあのさうちの番組はさあの見たら分かると思うけどさこれ実際本当そうだと思うのよ、うん、あの完全にデータ的な裏を全部取ることはできないけどもう傾向として明らかに業界の人じゃないですか。例えばゲーム業界の人、うんうん、が多分あれ半分ぐらいそうです。俺やたら聞くもん。まあゲーム業界のね、あの再生回数であの回あんだけ言われるのってだからああこう業界の人なんだ見てんだと思って。いやいや、それとあとマニアックな、うん、視聴者でしょ。だからそこは狙い通りですよ、うん、再生回数よりは最後まで見てくれるマニアックな人たちが残ってくれればいいという考えでもともとやってるんで、そういう専門的な人だもうマニアックっていうかそっちが本筋の人たちでしょ。その人たちが見てくるっつってさ言ってじゃ あ他のこういうゲストを入れてみたらどうだろうってやってそのそう思うのかだけどそのゲストの方のメリットは生じないじゃないですか。でもその人たちが出たいって言ってたら来てもらったらいいじゃないですか。出たいと言ってる人とか、うん、うちのタレントをぜひって言ってくれてる人がいればですよ。まあそれはあのいたらですよ。そうですそうです、うん、そんなちょっとリクエストもちょろちょろ最近出だしてるんですよ。いやそれはにわかには信じられない。それはにわかには信じられない。嘘ついても仕方ないじゃないですか。文化人の中で言うと、うん、だから最近初めてあんだけテレビに出ないって言ってた人が NHK に一人、うん、あの出演されて、うん、あのゲームゲノムに、うん、小島監督があ見た見た出てましたよ小島さん。えで小島さん出ないって言ってた。本当にテレビにあの人は出ないともう公言してるんです。あれ言われてみりゃあんまり出てない、ね、うんうん、で NHK とか出たんじゃない。だそういうすごく熱く口説かれたと。
あ、本当、はい、それで決めた。まあ、テレビは嫌だったのかな。てか動画があんまり好きじゃないんじゃない、うんうんうん、動画にあんまり出てこないんじゃない。多分そうだと思いますね。小島監督がこれを機に映像メディアに出てくれるんであれば、だから小島監督を呼ぶの、はい、じゃあ全然そのつながりというか、つながりもね、声はお声はねおかけできるけども、 E3 とかで一緒に写真撮ったりとかして、うんうん、ね、ツイートしますよって言って、ええでええでっていう人なんで、全然そこは気さくな先輩、業界の先輩なんですけど、そう、ただメリットがないやん小島さんにとって、それこそそれこそ小島さんにとってさそこは判断してもらいましょう。なかなか難しいんじゃない。でも桜井さんがそうそう出たからね。そうですよ。本当に。でもね、桜井さんはみんなが思ってるほどあれの気さくな人なんですよ。うんうん、気さくでしたよ。はい、収録も。成し遂げた人たちは。うん、やっぱその業界業界に必ずいらっしゃって、はい、その方々ってまあだいぶまあ原さんより上だったり、原さん同年代だったり、あのだいぶ年齢も上がってきてるじゃないですか。で僕はそういう人たちにはあのやっぱり言葉を持ってる方々なので、うん、あの語り継いでいってほしいんですよ、うん、だから原田のバーだろうが他のメディアだろうが、うん、メディアに出て語ってほしいんです、僕は。そういう人たちに、うん、それは あなたの思いね原田のバーの思いです、これは、うん、原田のバーの代表としてそう思う。そう、うん、はい、でそうやって語ってほしいので、うん、語るんだったらぜひここでと、うん、全くそこになんか繋がらないんだけどもまあいいや、聞いてる繋がらないけども、うん、そう思ってるんですよ、うん、わかります。ここでね、うん、あとはですね、まあ昔から付き合い長いって言ったら変ですけど、あのもはやパラパラ漫画の方に行っちゃった鉄拳くんね。ああ、芸人の鉄拳から、はいはいはい、まさに、はい、我々の我々から取った鉄拳から取った鉄拳さんね、名前をね。そうそう、うん、こっち遊び来ませんみたいなノリで、まああの鉄拳さんはね、ある意味縁もゆかりもあって、そうそうそう、何回もね共演はさせてもらっているので、だから世界大会とかで、ね、あんたすごいシャイな方なので、いや分かりますよ、ちょっと一対一だと鉄拳さんが困っちゃうんじゃないかな。僕が主体で主役ですかって、はあ困ったなって普通に言いそう。しかも差しトークですから、ね、それはね俺が5倍ぐらい喋ってそうだよね、鉄拳さんの代わりにね。まあでも、あ、うん、確かに、だからテーマがあったら彼は大丈夫なんですよ。ああ、まあそうね、そう、あと事前準備ができれば、うんうん、分かった分かった。いやまあそれは一つの手かもしれませんね。そうです、そうです。だからあの往復すればいいじゃないですか、原田さんとお互いのチャンネルを。向こうにメリットないじゃん、だから。いやいや、あります。俺が向こうに出てもらっても向こう困るでしょって。俺が何紙芝居するのじゃん。そうそうそう、こんな鉄拳は嫌だっつってキャラクターが全員ストリートファイターそれやってきてるよ、向こう多分喜ぶ。格ゲーファンは喜ぶけどな。そう、コラボです、だからコラボ、往復しますかお互いっていうね。レイジアーツが全部フェタリティだでもう即興で作れるから何も何でも漫画にしたら面白いで、確かにね。海外で言うと誰、ビデオプロデューサーっていうんですかね、海外で言うと肩書きが。分かんないけど、マックスっているんですよ。マックス、フルネームはですね、マキシミリアン、マキシミリアンでしょ、はい、通称マックスらしいですよ。ああそうそう、通称はマックスだね。ああ、まあじゃあマックスって呼ばれてる人っていっぱいいるからさ、そうそうそう、うん、マキシミリアンね、マキシミリアンデュードさんね、うん、いや俺マキシミリアン何回も待ってるよ、うん、あのエボと、あ、エボばっかりかな、うん、エボでよく会うよ、うん、いやって言ってた、だからこの間も番組、うん、彼のチャンネルで紹介してくれてて、うん、だから彼のチャンネルから原田のバーを見に来たよっていう方も増えてるんですよ ね、 あ、彼もね、あの固定のファンが、彼もどんどんリアクション系をやってる人なんですよ、うんうん、
その自分が見た時のリアクションだ、それのあれすごいですよ、あの技術、鉄拳にギースが出てきた時のリアクション動画を見ると、うん、彼の素のリアクションが見えますよ。うーん、あれ俺それ見た、興奮しすぎてカメラが手ぶれしすぎしまくってるっていう興奮しすぎみたいな面白い映像を見る。140万ぐらい登録者いますか、ね、そうそうそう、あの、ね、結構だ、ね、固定のファンが多いんですよ。すごい、彼はだって一つ一つのやっぱり映像もクオリティ高いというか、やっぱうまいっす、コメントがうまいっすよね。コメント取り上げ方とか、割と割と結構本音ベロって言うからね、あ見てて、うん、まあ本音ベロって言うけどそんなに攻撃的でもない、うんうん、そうそうそう、ネガティブなこと言う時もそう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 っていうのが逆にいいバランスなんじゃないですか、うんうんうん、であとリアクションはやっぱり共感できるじゃないですか、うんうん、原さんわしゃがな出たんだったら、うん、じゃあわしゃがなから来てくださいよってことでね、おマフィアさんね、あマフィア梶田さん、梶田さんね、遊び来ませんっていうのはちょっと画面に入りきらないでかすぎでかいっすよね、あそう言っとくとでかいっす、画角広いカメラ使わないと、うん、でかいっすよね。だからあの人もね面白いんだ、面白いですよね。意外と実は番組では語ってないけど、うん、意外とし、なんて好きなものとか、うん、結構趣向が合うとこがいっぱいあるんだよ、割と。じゃあもう割と共通項が実は多い、じゃあ面白い、面白い、だから喋ってて、あの、ね、あの人サマーレッスンが、うん、サマレちゃん俺発表した時に、はいはい、すごい見に行きたいですって言ってバンダムの包丁でわざわざ来てね、やって大興奮して、俺もうありがとうございます、すごい人だなと思って、その時初めて会って話したんだけど、その時はもうオフレコでいろんな話したんだけど、いやー割とね、やば共通項多いですねみたいな。うーんあの人いいところはやっぱりあの撮影時とカメラが止まった時とほぼ変わらないとこじゃないですか。ああいいですね、それあのだから全く一緒なんだよ。制作側から気に入られるタイプですよ。あだあれ気に入られてる、はい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 、スタッフはマフィアさんのこと好きな人多いと思う、うんうんうん、それとってもいいですよ。うんで何も変わんないんだよ。そうでいいんじゃない、すげえなと思って次リストアップしてるのは、うん、あの毎回のように原さんが番組中に名前を出す、はい、月刊誌ムー、おムーの三上編集長呼びたい、呼びたいって呼びたいというよりかは個人的な話をしたい。もうこれはね、うん、申し訳ない、海外の視聴者、海外の視聴者はもう完全に置いてきぼりですよこれは、うんうん、あの日本の人にしか分かんないですけど、日本を代表するですね、代表するというかもう唯一と言ってもおかしくないぐらいの、あれはだからそのちょっとオカルト雑誌っていうのは失礼に当たるのかな。そうそう、まあね、でもまあまあ、うん、だからまあいわゆるその不思議、はいはいはい、不思議とその世界の不思議を追いかけているですね、雑誌がありまして、うんうんうん、そのムーというね、もうねもうね1970年代からあるんですよ。ありますね、はいはい、俺は小学校の時からある雑誌なんね。だから怪奇現象とか UFO とかが大好きなね。あそう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 、だから特にそれを解明しようとは思ってないですもんね。いやあの完全解明までいかないものの、うんうん、あの第一段階の検証ぐらいまではやることもあるんですよ、うんうん、ただあのそうあのそうなんだよ、解明しないんで絶対に。そうなんです、そうなんです、うん、だってなぜなら解明したらそれがねその本当のそういう現象にしろ、なんか違う要因にしろ、だってネタが減るじゃないか、うんうんうん、あれは必ず何年後かにやっぱりあったって言わなきゃいけないから、うん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 、そう否定しちゃダメだし、そうですよね、そうそうそう、だから完全肯定もダメなんですよ。それこそ世紀末のあの
ノストラダムスのやつも、うん、すんごい数特集してて、そうだよ、滅亡する滅亡するって言い続けた。そうそうそう。で原田さん家に定期購読、定期購読のお知らせはがきはが毎回言ってんだけど、これ、ね、次の年に滅びるはずの、そしたらもうムーンという雑誌もね発売できないはずなのに、そうなんそうなんです、滅亡すると予言してる年のね分の定期購読をね振り込ませようっていうもうどういうことなのかなっていう、何回聞いても面白いなその話。いやだっておかしいじゃない年末にね案内が来たんですよね、1999年の時と2012年に滅びるって言われた時と面白いですよねその話。原田さんがムー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 だからムーミンなわけでしょ、まあムーミンですよねムーピーポー、ね、民族のミンでね、うん、ムーミンなわけだから、もうこんな毎回毎回言ってるんだったらもう一回もう差しトークですよ。いやー個人的にはちょっと一回じゃ足んない、一日じゃ足りないけどね、ずっと話したけどね、5本撮り5本撮り、いや向こうが嫌だって言うからできるだけね、話したいテーマはできるだけ俺も絞るけど、キリがないね、うん、オカルト話は。今リストアップしたのがいわゆる文化人系ですね、うん、で僕が考えてたのはジャンルで言うとタレントさんになるのか、あのグラビアであったりアイドルであったり、まあ、アイドルの中にもそれこそゲームアイドルみたいな今ジャンルが増えてたり、うん、いろんな方々いらっしゃるので、だから原田さんにとっては完全に初見です、うん、